私は、えー、と仕組み株式会社の石田と申します地域と暮らしのゼロカーボン勉強会っていうことで地域の人たちそれから、あのーまあ、暮らしに即したゼロカーボンっていうのをどういうふうに取り組んだらいいのかっていうのを、えーまあ、有志で立ち上げて、えー、去年から今年までもう延べで20回以上開催しています。 地域の人たちをどういうふうにこう巻き込んでいけるかそれから地域の人たちのうんと知識僕らも含めてまだまだゼロカーボンのこと分かってないことがありますなのでそのえっと分からないことをいろんな角度で勉強しながらえその自分たちのえと知識およびそのレベルっていうのをどんどん上げていってその中で多くの人たちを巻き込んでいきたいなっていう思いでえと勉強会を始めました。 来年どういうふうにしていくかっていうことを考えるとあのやっぱり実践していきたいっていうふうに思っていてその実践のためにプロジェクト化をいくつかしていきたいなと思っています SDGs の目標の中では、えー、と7番と13番。 えー、クリーンなエネルギーそれから、えー、と気候変動に具体的な対策をっていう13番ですねそこにアプローチできる勉強会これからの活動につなげられたらいいなと思って活動をしているんですけれどもプロジェクト化 をすることで自分たちで活動している人たちっていうのを増やすことができるのでそういった人たちを増やすことでさらにその人たちが他の人たちにも「私は僕たちはこういうことやってるから一緒にやらない?」っていうふうに声をかけてもらってさらに参加する人を増やしていきたいっていうのが思いとしてありますそれがどん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 広がってみんなでそのゼロカーボンに向かっていければいいなと